午後から大雨の予報があり、土砂崩れの恐れがある南阿蘇村から中継です。地震に伴う土砂崩れなどで16人の犠牲者を出したここ南阿蘇村では、時間を追うごとに雨、そして風が強まっています。2日前に行方不明者1人を残して捜索が一旦打ち切られた阿蘇大橋の崩落現場では、遠目からでも斜面に横殴りの雨が打ち付ける様子が確認できました。また雨漏りしないよう屋根にブルーシートをかぶせた家も多くあったんですが、一部では強い風により剥がれてしまっているところもありました。やっぱ下手の風が吹いたらすぐ飛んでしまうでしょ。亀裂が入っとるけ、土砂崩れの危険性があるけんですね。だけど今日ここが終わって、総務課によって対策本部によってですね、避難する指示ですかね、あるいは早く出してもらうごつ要請しては行こうと思っておりますけどね。このあと夕方にかけてさらに激しい雨が降る恐れがあり、気象台が警戒を呼びかけています。